こんにちは、褒めまくりです。今日は悲しいお知らせがあります。レタス食べられてしまいました。種はゴミじゃないシリーズの第1弾でレタスの芯を植えたんですが、順調に育ってたんですけど、朝起きたら食べ尽くされてたんです。家族に食べられてしまいました。これが無残な姿です。ですのでまた最初からどのくらいまで育つのかやり直しです。結構育ってたんですよ。悲しすぎます。新しく横に植えました。食べたレタスの芯です。最初にレタスの芯を植えた後に2つ植えたんですね。合計3つ植えたんですが、きちんと出てきたのが1つで、残りは1つは枯れてしまいました。残り1つは枯れてはいないんですけど、育ってるって感じもしないんですよね。ですから、百発百中ってことではないのが分かりました。ただ、今年の7月、ほとんど日が当たらなかったので、仕方がないのかなとも思います。他の農作物も本当に今年は生育が悪すぎるので。それではまた報告します。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。